対談、宗教がなぜ政治に進出するか、真の人間、不在の民主主義について。問い、山岡宗八。答え、谷口正治。山岡先生、今度政治連合というのをお作りになりまして、いよいよそちらの方へもご活躍なさるということを聞いたわけでございますが、どういうことから政治の方へ？谷口、それはね、我々が随分宗教で人を救ってはいるんですけれどもね、それは個人の家庭の悩みとか、あるいは病気とか、あるいは子どもの教育の問題とか、いろいろな問題で、それは個人個人をたくさん救ってはおりますけれども、政治というものが一つ反対の方向へ向くと、人類あるいは国民全体に非常に悪影響を及ぼす。例えば一例を言えば、優生保護法という法律一つでも、あれで堕胎を奨励しているというような法律になっているわけですからね。そういうわけで、一人の医師が妊娠している婦人の経済状態を診断して、これはこの婦人が子供を産んだら経済的に困ると診断した場合には、下ろしてもいいというような法律になっている。するとどうなるか、16、7歳ぐらいのまだ経済的に独立していない少女がいたずら遊びをして妊娠したという場合には、これは経済的に独立していないんだから、経済的には困るということははっきりしていますからね。そういう場合には、もういくらそういう遊びをして妊娠しても、それは下ろせばそれでおしまいだということになるもんですからね。国民の性的道徳というものは崩れてしまうし、そしてお腹の中へ妊娠した子供は、届け出られている人の数でも年に100万人前後になっている。堕胎しているものがですね。それを婦人公論の石垣淳二という医学評論家が発表しているところによると、実際の数はその3倍あるというんですから、300万人以上の子供が毎年殺されて、闇から闇へ葬り去られている。そういう子供の虐殺の上に日本人の生活が成り立っているということは、それが法律で許されておるんですから、我々宗教家が議会にも進出して法の改定に努力しなければどうすることもできないんです。もっともこれに対して、私たちは署名運動をしまして、180万の署名を得て、これを厚生省および衆議院参議院に送ったんですけれども、前の小林厚生大臣も優生保護法を改正するという意思は発表して、我々にもそういう約束したんですけれどもね、内閣が変わってそれの約束は果たせなかった。今度の神田厚生大臣は点数引き上げの医療行政の問題に引っかかっておって、堕胎防止問題には手もつかんし、せっかくの180万の我々の署名も議会の引き出し、厚生大臣の引き出しにあるだけであって何にもならない。ところが、年に300万人も殺されているのを、私は宗教家だから正座して祈っているだけでよい、教義を説いているだけでよいと安易なことを考えて政治に進出しなかったら、年に300万人も殺されているのを見殺しにすることになる。やっぱり我々は政治に進出しなければいかんと切実に感じるわけなんですよ。教えを説いて、一人ずつ我々が個人指導して救っていくということも大切だけれども、政界に進出して法律を一つ変えるだけで非常に人類が救われ、国家が良くなるということができれば、それをおろそかにできないと考えるのです。いや、それはもう我々実にいつも考えていることですね。生命が芽生えるということは、そんないい加減なものじゃないんですからね。その芽生えた生命を、今ほど生命尊重ということが失われている時はないと思うんですよ。民主主義というものは生命を尊重する主義であるべきであるのに、民主主義の名のもとにこういうことが行われているということですね。これはやはり我々が政界へ出て直接議会を動かすことがなかったら、とてもできないとこう思うんですよ。はじめ、本当のもとを正そうということになるわけでございますね。そう、そのもとの一番が今の憲法だと思うんです。憲法が間違っておると、憲法は基本法だから全てが間違ってくるということになります。現行の憲法は、つまりアメリカの日本占領下でポツダム宣言の要請のもとに日本を弱体化すべく押し付けた憲法であることは、憲法調査会の報告にも明らかでありますが、内容が良ければ押し付けでも良いという人もありますが、内容は決して良くない。それは民主主義憲法と言われておりますけれども、本来民主主義というのは人間尊重の主義だけれども、人間というものの捉え方が肉体を人間として捉え、基本的人権というものを
肉体の欲望を基本的人権として捉えているから。同感ですね。本当ですね。だから肉体の欲望を満足せしめるための憲法ということになっておる。魂の方をいかに発達せしめるかということを忘れられた憲法ですね。そういう意味で本当に人間尊重していない憲法だと言えますね。そう、肉体の本能主張を基本人権ということになっておりますのは、例えば結婚でも婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しと定めてありまして、性に重点が置かれてあり、かつ人間というものの単位がただ個人の肉体的単位であって、ここに一個の生命が存在するのは祖先からずっと続いている生命の霊的流れというものであるということを忘却して、祖先から続く霊的系譜を分断して、単に動物的肉体たる個人の性的衝動を人権として重視している。したがってそういう憲法を根本的に変えなかったら、日本国民の道徳生活は良くならない。現行憲法は肉体の快楽を求めるには都合のいい憲法ですけれども、青少年の非行の問題もその源泉はこの憲法が元になっています。どうも大変いいお話でありがとうございました。司会山岡先生。徳川家康の著者として、谷口先生の生命の実相もすでに1000万部、山岡先生の徳川家康も1000万部突破しまして、我々が35年かかって売った数を数年間に一遍に売ってしまわれたわけですね。素晴らしいですね。成長の家の読者信徒の中に、先生の徳川家康の読者を随分私知っているんですが、いや私も先生がいろいろおっしゃっておりますように、人間が本当に生命の実相をどうつかむか、それを元として生き方を決定しなければならないわけですから、いろいろな宗教がありますけれどもね、究極の求めたいところはそこなんだと思うんですね。そこまでいかなきゃ、例えば安心とか、それから本当の健康とかいうのは取れないわけですよ。だからこれは私は前々からの、おそらく先生の考えを知らず知らずの間に踏襲していた形になるんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。それから私は先生の信者と申しますか、そういう人たちをだいぶ知っているんですが、そういう人たちはいろいろ話を聞いてみると、その人たちの簡単に言えば悟りでございますね。そういうものは、はあはあ、そうか、これならばあらゆる宗教の狙っている究極のものなんだから、これは大変つまらないお経を読んだり毎日無駄なお参りをするよりも、本に向かって一番いいものを読み取っていくということになるんだなと、そういう感じを持ったんですがね。ああ、そうですか。ありがとうございます。山岡先生、徳川家康の著者として、谷口先生の政治へ進出なされるお気持ちをお聞きになってください。いや、僕は正直申しまして、今先生お話、例えばここでどうも共産党が勢力が落ちてきてどうとか、直接政治目標がそういう風なものであったら、私はちょっとお考えくださいと言いたいところなんですね。ただ今一番気になっていることなんで。つまり人間をいかに捉えるかということ、この根本問題なんです。そうですね。これが決まらなければ民主主義だの何主義だの言ってみたところで砂上の楼閣になってしまうわけですね。それを伺いたかったんですが、これならごもっともだと。これなら僕も一番、それは人間として怒りを感じていたのはこの堕胎ですよ。この問題の考え方が、自分たちが生活を良くするために、とにかく僕に言わせれば、神様がこさえてくれた子供ですよ。これの命を勝手に自分たちの、神の命が宿って生かされるんですからね。それをこっちの生活の都合で殺していいと考える考え方ですね。これだったら自分が腹が立てば子供すぐ殺して、無理心中を一緒にしていいみたいなことになりますし、腹が立つと何をしてもいいということになりますし、これがあらゆる間違いのもとになりますよ。ともかく腹の中の子供が抵抗力もない、逃げることもできない、一番気の毒な状態にいるのを殺すというのは卑怯だと言うんですね。そうです、そうです。立派な大きな力のあるのを殺しに来るのならこっちも覚悟がありますけれども。そうです。そしてそういうところを公認しておいて人道も何もないですよね。これ根本を正さなきゃ、
それならば、そういうご希望を持たれるのはごもっともだと思います。私どもも及ばずながら周囲から応援いたします。これは一番大切なことだと思います。人間の良心の問題ですから。大体人間を肉体として捉えて、今までの憲法は労働者の団結権を認め、そして総議権を認めているというのは現代的であり民主的であるんですけれどもね、その根本の奥の人間観なんというものは、人間なんというものは売買されるべき商品だということが根本にあるんですね、あの憲法には。ええ。それで我々が愛だとか正義とかによって無条件で命を捧げると、与えるという、純粋に与えるというようなことは少しも考えられていない。それで高く売りつければいいんだというわけで、人間を商品化して物量に換算された人間観に憲法が成り立っているわけですよ。だから今の教育を受けた子供は、親の言うことを聞いてやる代わりに、いくらお父さん報酬出すかと言ったりする、こういう式でしょう。本当に純粋な愛情で無条件に捧げるというプライスレスな、そういう無下の定価のない宝という、そういうものの考え方というものがないんです。みんな商品です。人間がみんな商品単位になってしまっている。だからあの憲法は人間を尊敬するように書いてありますけれども、実は人間を商品化して金銭によって売買できる人間として捉えているから、ある意味で言えばこれは奴隷憲法だと言うんですよ。人間を奴隷として捉えて、その奴隷がいくらの値段で売れるかという、その総議権を認めているというだけのことなんですよ。いや、本当にそういう意味で日本人全体に本当に警鐘を鳴らさなければいけない時でございますね。元を正さなきゃ末の流れが清らかになるはずがないんですから。元がね、それはやはり議会に我々の代表者を送るより他に、犬の遠吠えみたいにいくら言論で書いてもなかなか及ばないんですよ。我々の言論は新聞に載せてくれないから、それで自分の機関だけによってそれを国民に知らせるより仕方がない。だから非常に遠回しであって、国民全体に徹底しないし、言わんや政治における動きを変化するということは難しい。やっぱり自分自ら政治の方へ出て行くより仕方がないと、そういうふうに感じるわけです。後書き。この対談は雑誌フェイス社長佐藤誠中氏の編集企画によって、昭和40年5月6日某所で催されたもので、特に山岡氏及び佐藤氏の行為により本誌白鳩に掲載の許可を得たものであります。編者。